貴様が剣を。お前の女は俺が預かった。何？<笑>それを言いにわざわざ殺されに来たが、嬉しいぞ。おかげで闘志が蘇ってきた。貴様を殺してユリアを連れ戻す。そうだ。そうでなくてはお前らしくない。さあかかってこい。シン。何？ その傷跡は北斗神拳。ケネシロウ遅かったな。ユリアが心を許すなら、この城も権力もいらぬ。だがユリアの心にはいつもお前がいた。お前の幻が。シン、ユリアはどこだ？ ユリアが俺のために切る、はずだった花嫁衣装だ。だがユリアはもういない。何？ユリアはラオウの手に落ちた。何？世紀末の覇者剣王は、お前の兄ラオウの変身だ。ラオウだと？奴はお前への伝言だと言って、俺の体に北斗の拳を残していった。 俺への伝言。ケンシロウ、ラオウは鬼の泣く町カサンドラにいる。カサンドラ、鬼の泣く町。俺はユリアを愛していた。死ぬならお前の手にかかって死にたかった。同じ女を愛した男だから。うわ！ ユケケンシロウ、カサンドラ。<笑>